白愛会病院は岐阜県不和郡樽井町にある特定医療法人白愛会が運営する医療機関。1951年に20章で開設された社団医療法人白愛会白愛会病院を前身とする民間の病院である。白愛会病院は診療科17科、病床281床を有す樽井町を代表する病院である。 日本医療機能評価機構認定病院、救急指定病院として岐阜県知事により告示されている。また関連施設として樽井町東神田に白愛内科クリニックを開設している。樽井町では最大規模の病院であり、大垣市西部を含め地域医療の拠点となっている医療機関である。東海地方で初めての療養型病床群の設置や、 回復期リハビリテーション病棟の新設など、特にリハビリテーションや慢性治療に力を入れており、性能地域におけるリハビリ支援、サブセンターの基幹指定もされている。また、博愛会の関連施設として、タルイ町内に介護老人保健施設や、訪問看護ステーションなどを多数展開しており、医療、福祉、保健分野におけるタルイ町の中核拠点となっている。 診療面においては循環器科や消化器科など、地域ニーズの多い診療科に重点を置いている。設備面においては、MRI やマンモグラフィなどの高度医療機器を備えている。施設面においては、阪神・淡路大震災を契機に行われた耐震診断により脆弱性が指摘されたため、2007年5月にユニチカ社宅跡であった現在地に新築開院した。 また、透析センターや検診センターなどの施設が設置されているほか、病後児童を専門とする病後児保育所つくしを併設している。そのほか、電子カルテやオーダリングシステムなどの IT 化も進んでいる。そのほかの特徴として、診療、介護などの分野において ISO9001 及び ISO14001 の認証を取得している。 一点前の病院たる駅から徒歩1分に立地している。2002年に開院し、ヘリカル CT やエコーなどの医療機器を備え、肝炎を中心に幅広い内科症例を扱っている。ありがとうございます。